さあということでこのラジオも終わりが近づいてきております。最後にラジオネーム自称チューハイソムリエさんからのお便り読んでいきましょう。川島さんが大好きと聞いたので本絞りお送りします、ぜひ飲んでくださいということですけど、めちゃくちゃ嬉しいですね。もう大ファンですから。このね、ツーな飲み方としては逆さにすると果汁が全体に行き渡ってめちゃくちゃうまくなるんですよね。それから本絞りが果汁とお酒だけ、しかも香料3ミリを通り無添加でできていることは知っていますかということですけども、これは当たり前ですよ。原材料面のとこにね、グレープフルーツ、ウォッカ、炭酸しか書いてないですからね。だから生絞りチューハイのようなうまみがきっしり詰まってるんですよ。それと香りが良くて濁っているのは皮まで丸ごと絞っているからです。果汁にもこだわっており、世界中の果汁を飲み比べ、グレープフルーツだけでも約30種類の中から選定していますって。約30種類から、厳選しすぎやろこれ。それだけじゃないんです、果汁ごとにパーセンテージを変えて美味しいベストバランスを目指しているんです。でも、あ、ほんまや、グレープフルーツとレモンで果汁の割合が全然違う。これがやっぱ旨味と酸味のベストバランスっていうことやねんね。これは今日も仕事終わったら本絞りで決まりやね。あ、続きですね。これらにより開発期間は通常の倍かかる時もあり大変でした。開発担当者よりって、いや、キリンの人やったんかい。それではお別れの時間です。さようなら。いや、本絞りすごすぎるな。よっますます好きになってもうた。めっちゃうまい。本当に美味しいから選んでます。キリン本絞り。